主治医の言うことが先週と今週で真逆で混乱し、診察でフリーズしてしまいました。トラウマに関して今は考えないで考えてと、こういう時はどう捉えたらいいのでしょうかと。薬が変わったりして、そちらの副作用などに気をつけつつ自分なりの生活を気をつけて過ごしていたので悲しかったです。えー、発達障害と PTSD です。と えー、精神科の治療において主治医が真逆のことを言うってことはあの決して珍しくありません。それはなぜかっていうと、ちょっとトラウマに関して今は考えた方がいいとか考えるっていうのも、まあ、ありますけど、これはストップゴーですよね。今調子がいいから考えようとか、今ちょっと調子が悪いから考えのを抑えようとか。 まあ、そういうことですよね。で、中道を目指すんですよ、基本的には。白黒思考ではなくて、真ん中を目指す。中道を目指す。だから、まあ、いい人だと思っている時には、いや、その人も悪いところあるんだよっていうことを思わ思うよう、ね、にアドバイスをする。逆に、悪い人すぎると思っている時は、いや、その人はいいところもあるんだよって言って、真ん中に戻していく。お母さんは最高だし、素敵だし、僕のことをよく考えてくれてるんだって言った時に、いや、お母さん人間だから、ちょっと弱いとこあるんじゃないって言って、真ん中に持ってくる。逆に、お母さんはもうダメなんだ、最低の人間なんだ。 私のこと誰も全然愛しててくれてないんだって言うといや赤ん坊のあなたを、ね、抱きしめていたの誰なのとかタオルに包んで泣きやまないあなたを抱えていたの誰なのって言ってこっち側に戻すとこの真ん中に戻すっていう作業こういう作業が精神科の臨床なんですよで真ん中に見ていく中でですねアウフヘイベンって言ってこうだんだん上の方に上がっていくんですねこうやってこうやってこうそうすると俯瞰的に見えるし成熟して物事を考えるようになるということで だからあの真逆のことを言うっていうかそれは当たり前ですねバランス調整の話なのでだからまあちょっと理解してもらうといいかなと思います。